婦女級妙な巡査1交番に人だかりがしている「野じ馬」と通称する勇敢階級が寸劇ないしコントの実演を見物してリフレッシュメントたらしむべく人を押し割って前にイ伝としている かかる場合に必ず見られる方として、巡査の一人は手帳を出して質問する。他の巡査は、野じ馬放築に努力弁礼している。さあ、罰金を取れるもんなら取ってみろ。諸政一歩が交番に小便をしてしまったのである。しかも財布の口を開けている。一体いくらだい五十銭に負けろ。 一円は高いぞ。小便書生の方が巡査より元気がある待て住所氏名を言えだからさっきから言ってる大日本帝国北海道うんぬんだうんぬんでは分からん地図を出せ日本の地図を小便書生は 心身朦朧性主性急性中毒患者である巡査は憤慨性競争患者であるまだ言わんか巡査は書生の顔をこづいたその弾みで書生は後ろにどっと倒れた野次馬が波を打って12歩退却するおいちょっと待った 大向こうからキリギリスのような痩せた紳士が登場した貧乏神間一髪を入れずやじ馬の春馬がどなる声に続いてゴロゴロと雷様が鳴り渡ったやじ馬もちょっと冷えて空を見た雲の峰が黙々と大都市を襲いかかるべく威風堂々と見えを切っている。 泥水管を保護するのが君らの食分ではないかそれを何という乱暴を働く貧乏神が巡査に肉薄したへッ <laughs> 倒れていた書生がかろうじて立ち上がっていた巡査はまず書生をにらめてさて紳士と向かったあなたは誰です俺はこういうものだ 紳士が名刺を出す書生がその名刺を覗き込んだそして大声を出した衆議院議員佐山八次郎野じ馬が一瞬ざわつくその後を受けてまたも雷様がひとたりなりとどろくお、はい潤さんあれには味方ができたぞそう 罰金取れるものなら取ってみりなあ、満場の淑女に紳士者かん。女性がヤジ馬を見渡す。しっかりやれ。ついているぞと人の肩を越えてどなったものがある。敵も味方もゆったりとした気分になる。突如として、甲板の奥からふんどし一つの裸体が周水をぬきみにして飛び出す。 彼は一刀を頭上に振りかざして一道を見回す「弁正粛々。群衆中から張り詰めた詩吟が起こる裸体の巡査はその声に合わせて剣舞を舞う「銀星流星の光底に至る時」「ダットのごとく小便書生が群衆の裾をくぐって逃げる」 野馬三じて鈴風外情に密。このくらい日本も余裕ができたのだろうか衆議院議員は職務妨害で罰金二万円なり裸巡査はみだりに剣を抜いて欠乏五十分の一。小便所生お構いなしのことをもちろん2 県部巡査は案の定月望を若干割引されて転勤を命ぜられた中野署詰めに左遷されたのであるしかも彼が定住の新交番管内に衆議院議員佐山八次郎君が住んでいたのであるから事は発展せざるを得ない毎日の夕立が来て庭のガマ先生の鼻先を痛くもお見舞い申したが 徹底しているガマ君は平然として狭山氏の庭に鎮座しているかかる折に警視庁巡査の肩書きのある名刺を持って狭山氏の玄関に現れたのが検部巡査である狭山氏は女中の取り次ぎで巡査の来訪を知った時いよいよ来たなと思ったご主人様にちょっとお目にかかりたいと巡査が言うのでは 確かに例の事件に関係あるに相違ないと心に決めた狭山氏は簡単明瞭に自身玄関に出向いた案の定を通り越して例の日抜き身羅針で交番宿直室から飛び出した巡査であったので狭山氏はギャフンと参った「来たねとうとう罰金かえ!」狭山氏が気安くこう言った時 巡査は穴の開くほどさやましを見つめた。甚だ不愉快な顔をしている。巡査は一言をも発せぬ。わかってるよ。例の日の件だろう。出すよ。いくら収めるのか言ってくれたまえ。巡査はいよいよ不愉快な顔をした。そして思い切ったらしい態度で言い出した。 私は巡査ですがただの巡査ではないのですいやこんな制服を着てきたのが失敗でしたまた出直します狭山氏は鼻毛と眉毛を抜かれたような気になったいや君僕は君には悪意は持たんよ職務を持って君は来たのだからところがそうではないのです私は名士訪問卿でしてねで お暇ならばと思って賛同したのです。へえー。名士訪問卿とは愛すべき人格である。佐山氏はやや愉快になった。そうか。上がりたまえ。いや、私も今日はすっきりした気持ちになれません。また上がることにします。巡査はもう帰りかけている。佐山氏は、 愛すべき剣舞巡査に興味を感じたまあ上がりたまえ今だから君は剣舞をだいぶやったね巡査はくるりとまたや山氏の方を振り返ったああなるほどそうでしたかそれで合点しましたあの時の方は閣下でしたかいやはや 私は罰棒島流しを食いましてね。いずれまた巡査は帽子を取って一礼して出て行った後ろから見れば剣の握りと鞘とをかん紐で結んでいる大分ぶん懲りたらしい愛すべき剣部巡査は近日中に狭山代議士を訪問すべきである三。 四五日の間佐山大議氏は愛すべき巡査を心待ちに待っていた一向に彼は来ないが夫人の言うところによれば毎日郵便箱の中に名刺が一応必ず投げ込んであるそうである8月7日午前1時ご邸宅周囲を巡視する異常なし 漫幸の敬意を表し安らけきご睡眠を祈る警視庁巡査山崎五郎金箔。といった調子の名詞である佐山氏は夫人の手からこの名刺を受け取って夏の真昼の交番兼務を彷彿たらしむるべく話した今に俺は罰金を取られるぞ佐山大議士は 罰金を出すのを一日先週の思いで待っていた。ついに来た。夜八時巡査は洗いざらしの白衣にヨレヨレの袴を履いて、蝉の葉を着てきた。私は警視庁巡査山崎五郎です。閣下は衆議院議員佐山八郎殿でありますか？ 佐山大医師はあまり改まった彼の態度におかしさが胸まで込み上げてきたそうだよそんなに改まらなくてもいいのだよそうではありません私は職務を持ってきたのであります7月29日午後2時閣下は四谷区塩町交番において巡査の職務を妨害されました略式命令で 金2円の過量に処します。もし不服ならば不服はない承知したシカラは便宜上私が受け取っていってもよろしいそれはありがとう狭山代議士は呼びリン輪をして金2円を彼の前に出した彼は立ったままそれを受け取った 受領書は明日届けます確かに2円 2> 巡査は縄のように折れた帯の間に金を挟んだ失礼しましたいやお手数でした巡査はさて椅子に腰を下ろした巡査はさて椅子に腰を下ろしたで 西洋に移ってよろしゅうございますかさあどうぞ巡査はのんびりした顔になって自分の後ろにある書籍棚を見回した後代議士を見つめて言いです「かっか森田時生の思想は危険しそうですか」佐山代議士は藪から棒のごとき彼の問いに牢牌してただ彼を見つめた。 例の大学教授の森田時生です時の人です代議士はかろうじて最近退職して法に問われた森田時生の名を思い出したしかし代議士として現地を与えることを躊躇した実は閣下私は発売禁止になった彼の説の出ている雑誌を読みたく窃盗罪を犯さんとしました 窃盗君がええしかも警視庁で剣部巡査はみだりに罰擢したために警視庁に呼びつけられた彼はもちろん覚悟の上であった彼には決して悪意はなかったのである あの場合同役を救助するには罰剣で踊り出すより他に知恵が働かなかったにすぎるその証拠には群衆の詩吟に合わせて弁正粛々をやってのけるほどの知恵があったそれゆえ警視庁へ呼ばれる時にもあるいは坊蔵かつ本書詰めになるのかとさえ期待していたのである彼には案外にも「抜棒転勤」という恩礼に接したが 考えてみればそれも当然らしく思われた彼が将来をいさめられていた時彼の叱られている机の上には彼が読みたくてならぬ森田時生の説の出ている発売禁止になった雑誌が載っていた彼の目がこれを知った時彼は叱られているのを忘れてその雑誌を欲しくてたまらなくなってしまった「俺を叱る間にこの雑誌を読めばいいのに」 この上役は何という旧思想の男だろう。おそらくこの上役の前にあるこの雑誌は、豚の前の真珠であろうとまで考えた。ちょっと待ちたまえ。軍部へ転勤させることになっているから、事例は足をへ送るがあらかじめ話しておこう。上役はこう言って部屋を出た。潜在一遇と思いましてね。 私は雑誌をボタンを外して洋服の中に隠してしまったんです。が考えてみれば叱られに行った私がしかも巡査です。こともあろうに警視庁で窃盗をあえてするというのはどうもよろしくない。ところもあろうに警視庁で窃盗をあえてするというのはどうもよろしくないと考えつきましてね。 またそろそろと雑誌を出しましてねまた机の上に載せてみたのですがどうしても諦められないので大急ぎで森田の説を読み出したのです面白くてたまらぬので一心に読んでおりました従って課長が出てきたのも知らなかったのです君中野だよと言われて 夢から覚めて課長の顔を恐る恐る見たらば、課長は私を見て笑っていました。まずまず胸をなでおろしました。君は本は好きかね課長がこう聞くので、大好きです、と大声で答えてからひやっとしました。案ずるより産むが安いもので、 課長はまた笑いながら「そうだ勉強して警部になるがいい雑誌を読むと思想がわかるようになる危険思想とはどういう思想かがわかると言いましたすなわち森田の説を読んで危険思想のサンプルにしているわけなんですで私は考えていますが「危険」という言葉が あまり、原稿は乱用されていはしますまいか。マッチは放火の時に役立つから、すなわちマッチは危険である、という具合にです。ご意見はいかがです佐山代議士は、だいぶんたじたじである。この愛すべき巡査を、やや危険なりと考える方が危険でないように思われてきた。いや それは大問題です。そうです。大問題ですな。ところで、この次賛同するときは、絹地を持ってきます。何か一つ床の間にかけますものを。いや、お邪魔しました。愛すべく恐るべき巡査は頭を下げた。 『愛すべき山崎巡査は』は今日は非番である6人の子と1人の女房とが雑然として懇中する二間の長屋で彼は午後5時から酒を飲む午後8時になると彼は例のごとく制服に着替えて剣を腰につるして家を出たとぼとぼと新宿へ出る。 それから市電に乗って東京の中心に出たこの行動は彼の非番の日の日課である午後10時まで彼は銀座尾張町の辻に立ってすでに引き上げた交通巡査の後を受けて志願交通巡査としての職責を全うするこれが彼にとっては何とも言えぬ愉快さをもたらすのである この特殊交通整理はすでに1年前から彼の実行するところであるからその筋ではもちろん民衆も周知のことであるこれあるために彼は立派なカイゼルヒゲを蓄えているのである10時を過ぎると彼は電車に飛び乗って四谷見附まで来るしかる後に彼は新宿まで交番所をいちいち訪問して新知識の交換をする これまた彼にとって絶大の愉快である。新宿近くまで来た彼は、後から来る自動車を物色する。人の稀になった12時過ぎの往来を滑って来る自動車があると彼は両手を広げた。自動車は止まる。運転手は必ず狼狽する。スピードは、規定の通りですが。いや。 俺は紅葉で市中へ行ったのだが、乗せてくれ。彼は運転手代に乗る。そして決まってタバコを吸い出す。自動車は走る。雲上を行くがごとき愉いさをしみじみと彼は味わうのである。乗っているのは誰だ佐山代二士です。おぉ。

自動車が玄関に横付けになった時彼は飛び降りて帽子を取って自動車の戸を開けた運転手は巡査は自分のすべきことを巡査にされてしまって大分老狽してお帰りととなった玄関に電気が灯る霊婦人と諸生が現れる第議士は議会の防衛の開けた戸を出るほどの威厳を持って自動車を出た 巡査は戸を閉めたから一礼して帽子をかぶった閣下御礼を申し上げますいや遊んで行きたまえ深夜でありますまたいずれ参観いたします運転手君、近来ガソリン泥棒が流行する気をつけなくてはいかん彼もまた一礼して門を出た まず非番の一日の日課を無事に終えた巡査は愉快であったこの愉快を買うべく彼は巡査を務むこと前後十五年である山崎巡査が最も愉快とする非番は四日に一度である。 彼はまたも今日の非番を酒で日中を送り日暮れて銀座十字街に特殊交通整理をなし職責を全うして四谷見附に来た今夜はすでに十二時近い彼は四谷通りを歩きながら後ろから来る自動車を物色した天は自ら助くるものを助く一台街路を滑ってくる 彼は両手をを広げて自動車を止めた。運転手はハンドルを握りながら巡査を見た今日の運転手は落ち着き払っている君どこまで行く中野まで行きますそうか僕は紅葉で市中へ赴いたのだが乗せてくれんかどうぞ運転手は心持ち身を片寄せた 彼は運転台に乗り込んだ。自動車は滑り出した愉快である愛すべき巡査は行き先を見渡して得意であったがどうも妙である運転手の洋服帽子など実に立派であるハンドルを握る態度もまた堂々たるものであったやや不安になる君 この自動車はどこの自動車だ海軍省巡査はヒヤッとした運転手は行く手を見つめて繭一つ動かさぬ巡査はいよいよ不安になった俺は仕様でしかも制服である仕様の時制服を着てならぬのは15年前からの規定である君乗っておられるのは 誰です海軍大将太田鉄造閣下でありますさてはしまった巡査はそわそわとしてそっと後ろを振り向いた大礼服で毛の生えた冷房の閣下と並んで霊婦人が緊迫した白襟で乗っておられるいやいやいかんいよいよいかんどうしたらばいいのか 閣下はいかに私を処分されるであろう巡査の不安を乗せた自動車は中野に入った途中で降ろしてもらうことにするかそれではなお恐縮である困ったことになった巡査が小さくなるほど自動車はスピードを出してすでに太田海軍大将閣下の堤内の坂を登っているすっ。 と玄関に自動車は止まる。彼は飛び降りてドアを開けた左の手で自分の帽子を取ってうやうやしく一礼した閣下ならびに礼婦人は巡査の頭の先をすっと降りて玄関に立たれた山崎巡査は玄関に走って閣下の靴に手をかけた「よしよし俺が取る」 閣下は無造作に靴を脱ぎ捨てて、霊夫人を従えて奥に入られた。巡査はそれを呆然として見送った。万事休す。我が愛すべき巡査は、人のおらぬ玄関にまた一礼して、とぼとぼと門まで坂を下ってきた。なんという失敗をしてしまったろう。しかし、致命傷である。 不安は腹えども腹えども胸に上がってくる七愛すべき巡査は我が家へ帰る路上をしきりに考えた実は今まで自動車乗りでは一度お目玉を頂戴したことがある今度こそは首が飛ぶ 一体太田大将閣下はどんな心の閣下なのだろう電話を一つ警視庁にかけられればもうおしまいである子供六人女房一人自分を加えて計八人の口が干上がるそうだ当たって砕けろ排水の陣である彼はくるりと身をかわした今度は急ぎ足で大将閣下の門をくぐって 玄関までの坂を駆け足で登った大玄関はもう閉まっている内玄関の呼び鈴を押した書生が出てきた巡査は言った私はこういうものですが閣下にお目にかかりたく存じます書生は彼の名刺を見たそしてうろんくさそうに彼を見る 各家はただいまご規定になったところですが、深夜でもありますから。それは承知しております。誠に恐縮の至りですが、至急お玄関先でお目にかかりたくて水産いたしました。なんとかお取り次ぎを願います。諸星はやむなく家に入った。彼は一家の後輩この一挙にありと心を緊張させた。諸生が出てくる。 カッカはただいま入浴中です。妙鳥ならばいつでもとのことです。ああさようですか。お言葉を返して恐縮ですが、それでは霊夫人にちょっと一分ほどでよろしいのですが。書生はまた入る。カッカはあるいは何とも思われないだろうが、霊夫人はご立腹だろう。 俺の運は今夜限りであろう。それでは玄関の方へ。書生の一言で彼はすずめ踊りした。玄関の戸が開けられる。書生は棒を脱ぎ、剣を腰から外して玄関に立った。五、六分後、霊婦人はそのままの姿で玄関に立たれた。 愛すべき彼は恐縮の答えとなって再敬礼をした霊婦人でいらせられますか私は巡査であります先ほどご規定の木と四谷見附からここまで倍以上の A を得たものであります実は私は今日非番で使用で町へ出てまいりましたのですそれを紅用と偽ってご倍以上を願いました まことに恐縮いたしました。お詫びに参上いたしましたのです。もし閣下から今夜にも電話を一つ警視庁におかけになれば、私は子供六人、女房一人と私とが明日から路頭に迷うことになります。将来をきっと注意いたします。今夜だけはご内密にお願いいたせますまいか。 山崎五郎を本心より悔いております。夫人は一言も発せずに聞いておられた。よくわかりました。ただいま主人は入浴中ですから、出ましたならばよく伝えます。彼は参拝九配した。そしてとぼとぼと帰路に着いた。六人の子、一人の女房は、 小さな蚊帳で眠っているのであろう8翌朝の5時愛すべき彼はむっくり起きて狭山代議士を訪問した早起きの代議士は庭の萩のつぼみの数を読んでいた8月も中旬となると本に遺伝としている。 山崎巡査は庭に回ると言われた昨夜眠らずに読んだ新聞の講談に庭に回って首を切られる下郎があった甚だよろしくないなと彼は考えながら庭に回るどうした早いな早朝出まして恐縮です実は昨夜彼は昨夜の失敗を話した でもし、太田大将閣下から警視庁へ電話がかかったならば、6人の子供、1人の女房と私との合計8人が干上がってしまいます。なんとか閣下から総監にお話しいただきたくて参観いたしたのですが。ああ、そうか。手紙を書いてあげよう。そういうことは正直にやるに限る。早速、警視庁へ出向きたまえ。 第二氏は送還宛ての手紙を書いてくれた愛すべき彼はそれをおしりいただいて自首すった彼はその手紙を持ちながら考えた世の中にはヤブヘビと称することがある太田大将閣下はあの件を黙殺してくださるかもしれない果たしてからばこちらが先を越して正直に言うのは損かもしれない いや正直でなくては人間はいかんと佐山代議士も言われたこれは正直にこちらから先に出るに限るもののあわれは相関も知っていてくれるだろう彼は自宅に帰って制服に着替えてまず交番に出た警視庁に出頭するのは私用である中野署の許可を受けなくてはならぬ何と言ったらよかろうか 彼は大分頭を悩ましたことを分けて同僚に話せば1時間くらい抜けられることもなかろうがどうも同僚に話すのは危険千盤である半門の情を抱いて午前は交番で終わってしまった午後1時中野署から電話が来た「ちょっと出所せよ」という。 さては万事ばれたにそういない今朝早く送還を指定なりへと訪問すればよかった今となっては致し方ないいよいよ時が来た今度は確かに免職である免職もやむを得ない身から出た錆であるが非番の日の夜の特殊交通整理ができなくなるのが 何よりも残念千万である。俺はあの特殊交通整理のために自然・帰路を自動車に乗ることになったのだ。思えば交通巡査が東京の街上に見られてより満8年夏の日のヘルメット帽の巡査を見てより満3年俺はどれほど交通巡査を同型の的としていたことであろうピリピリッと笛を吹いて ストップゴーをくるりと回す立派な姿好位交換後も女優をも笛一つで止めるあの絶大な権力俺の将来の希望は今日水平に帰するのだ彼は交番の向かい側の氷水屋のおかみさんにまで最後の眼差しを送って住み慣れた交番に最後の別離を告げて中野署へ出向かなくてはならなかった 9愛すべき山崎巡査は51歳の赤ら顔にカイゼルヒゲを蓄えて最後に中野署長の前に出た何かご用でありますか彼は署長の口の動くのを待った署長は椅子に身を埋めて彼を見た君は太田海軍大将を知っているか 電光のごとき所長の視線に山崎巡査は打たれたええその所長は微笑を漏らした君宛に閣下から手紙が来ている彼は所長の顔を見つめた所長は机の上から一通の手紙を取って彼に渡した何か知らんが。 至急進展としてあるので来てもらったのだ彼はうやうやしくその手紙を受け取ったそして署長に敬意を表して引き下がった彼は大きな城袋の上に「警視庁巡査山崎五郎殿」と立派な字で書いてあるのを見ながら廊下を歩いた同僚のいる部屋へ寄ろうかと考えたが 不安なので彼は廊下に立ち止まって封筒の裏を見た太田鉄造と確かに書いてある彼は思い切って封を切った立派な紙に大きな字で書いてある K 昨夜ご依頼の件はことごとく承知懸念なきよう全文はこれだけである 海軍大将太田鉄造法警視庁巡査山崎五郎殿文字は実に立派である彼は飛び上がるほど気絶した今まで名士を訪問すること数限りないが五直質を恵まれたのは暁の星の数にも当たらぬしかるに今実に愉快である 彼は駆け足で書から飛び出した。その足で真っ先にさ山ま大義士を訪問した。かっか、至急お目にかかりたく存じます。大義士は早速彼を応接間に通した。どうしたい。総監は何と言った。山崎巡査はこの一言で忘れていた総監宛の手紙を思い出した。まだいかのうちに、 中野署から呼ばれましたそうかそれはまずかったなところがかかこれをご覧ください第二士は太田大将の手紙を見たなるほどよかったなええ日本帝国に巡査の数は何十万人ありますが 太田大将閣下から直筆の手紙をいただいたのは私だけです。そうだろうな。で、閣下。もう不要になりました、この相関宛の手紙を私にいただけますかいいとも。あげよう。では、くださいますか。ああ、愉快、愉快。 彼はその封を切った。第二士は笑いながら彼を見ている感謝します。今日は愉快です。はで非番ならばまた市中へ出ていくのですが山崎巡査はこう言って第二士を見た1 読者諸君午後の10時過ぎ銀座尾張町の四つ角に行ってみたまえカイゼルヒゲを生やしてヘルメットをかぶりしかも洗いざらしの浴衣で大汗になって交通整理をしている男がいる彼こそ我が愛すべき元警視庁巡査山崎五郎君である彼は今年の夏は朝5時に車を引いて 中野の大通りの越後屋巻炭店から出ていくのであるお価格の最たるものは海軍大将太田鉄造閣下である彼の言うところによれば中条閣下が6人代議士が3人文士が4人以下数えきれぬほどの価格が固定している彼は500円の資本で事を始めたのである 大将閣下の直筆の手紙を得てほどなく彼は巡査を依願免職となったそうして500円の金を彼は同僚から借りたのであったその証人がすなわち佐山代議士である500円くらいならば貸してあげようこう代議士が言った時彼は答えた「それはいけないのです」 閣下にはお価格になっていただくのです。お価格から金を借りては、そろばんが合わることになります。とにかく承認になってください。大丈夫、2ヶ月で返金しますから。お価格は幸いに名刺訪問協ですから、もう2、3日前から訪問して頼んでおきました。太田大将閣下は、 みまでを私のところから取ってくださることになりました彼は得意になって代議士を煙に巻いた彼は真っ黒になって炭をのこぎりで引いた鼻の穴を真っ黒にしていた全くの墨絵になったが彼はカイゼルヒゲだけを残しておいた特殊交通整理の正式認可を得たのは佐山代議士の骨折りであった 某月某日夜11時。彼は銀座外上で特に1台の自動車を止めたそして彼はその自動車に近づいて再敬礼をした中には太田海軍大将が微笑をたたえていた彼は右手を挙げてピリピリッと笛を吹いた自動車は滑ってゆくその翌日である 彼の店へ大丸呉服店の洋服部の者が来たそうして彼に詰め襟の洋服の寸法を取っていった太田海軍大将閣下からのご命令であります店員はこう言った一周を過ぎて春夏秋冬の4着の洋服が彼に届けられた彼はそれを神棚に載せておく 廃料品に虫がつかなければ良いがと佐山代議士が心配しているが彼はまだそれを着ないよれよれになった浴衣ながらヘルメットカイゼルヒゲは立派である近来12時過ぎにカフェ帰りの書生どもは時々尾張町で彼に叱られる彼は元警視庁巡査彼は元警視庁巡査 中野本町越後屋巻積店主人、山崎五郎という名刺を書生に突きつけてから叱るそうであるカフェ遊びはやめろそして俺の店から炭を変える身分になれ俺の店の価格は彼は作るところなくお価格の身分と名を並べるのである近く特殊交通整理協会ができるはずである。 会長は太田海軍大将閣下で理事長は佐山大臣である実行団主官は言うまでもなく元警視庁巡査山崎五郎君である